20年前か。そこの空港から飛び立ったんだけどね、7人で。行きやすいだったんですけどね。まあ、いろいろ人間個性もあるし、バラバラなんですよ。いいこともあれ、悪いこともあんだよ。じゃあ、せっかく。うるせえ、聞こえねえだろ。その猿みたいな顔したのは、クロエか。あ、ノーペアだ。今、福岡。あ、福岡、福岡。おー、久しぶりや。あー、どうどうどう。こんにちは、竹内徹です。ありがとうございます。アンバサダーと言ったらごめんなさい、もうソルティードッグ飲んでまーす。久しぶり。俺はお前、これ声がね、声が出なくてね、大変なんで、でもみんなから手伝ってもらって、どうにか。そうそうそう。誰か、なんでお前たちもう飲んでるわけよ。俺たちは、曲があんまりないから、飲んでるか。ちょっと挨拶ね。こんにちは、みんな。ベイベイ。盛り上がってるか。お互いに20周年おめでとう。お互い20周年はな。ハロー、こら、くさ、お前元気しとるのか。え、元気よ。いや、元気元気。ねえ、うん、何やお前、ちょっとやってたからな。うん、あ、ごめん。耳が、お前耳が広げて、耳がガシッと、ダンボのこと、ダンボのこと。おお、広がっと広がっと。相変わらずだね、お前。お前、何年ぶりか。え、10年ぶり。嘘つけば。お前、スタジオとかで会ったろうが。忘れとうもん、こいつ。え、10年ぶりなわけないやんか、お前。いや、ラジオで聞いたことは。わけわからん。相変わらず。まあ、でもなんか。お前がなんか妙にちゃんと喋れるようになったら、こっちは心配するけどね。気の偉らしくて安心したよ。まあいい、なんか分かんない。じゃあこれからも、俺も含め、みんなのこともよろしく。一つ。でもこっちはバリバリ九州弁でも伝わるけど、向こうは伝わったかな。まあいいか。よかよか。